せいや、ソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、大いなる戦いがここから。あなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦。12球最後の球、創業球を目前にして、シュンは聖夜に自分を置いてまっすぐ強行の間を目指すよう伝える。創業球を預かるセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一といわれる天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、ウォザ・ピスケスのアフロディーテ。彼こそシュンをセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ、アバヨ、ピスケスのゴールドセイント。セイヤの邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが敵の山だ。アフロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさっき仇を討つと言ったが、この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたが先生に詫びるまで僕は戦い続ける。先生、あなたを殺したピスケスのアフロディーテは先生に教わった全てをぶつけて僕が倒します。今こそ僕の本当の力を見せてやる。さあ、君も死のもとへ行きたまえ。先生の仇を討つために僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ハイト、ロイヤル、エロンドアバイト、そんな攻撃だよ。あの手に途中で生き返るバラの勝列に送られている。何アニアンドやるじゃん。なるほど、そんな攻撃が。まるで少女のような顔をした君にここまでの闘志があるとは思わない。この先強行のままではデモンローズという大手の顔を埋め尽くされる。やるじゃん、なるほど。10歩と進まぬ。マリオ、黒バラ押しちゃいられない。せいやの袋へ行かなければ。ロイヤル、魔のバラのデモンドー、ピガサスの悪の影が。デモンローズはその花粉を吸っただけで死を見舞ってやる。苦しむことなく陶酔のうちに死ぬことができる。おとなしく目を閉じている。これ以上死の恐怖を味わう。ネビラよ、ネビラ。近寄るな。ウィナー、誰も傷つけたくないの。あまり傷つけずに済んだかな。すでにロイヤルデモンローズを受けている者は
放っておいても間もなく死が訪れるのだが、どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう。ならば即座に死をくれてやろう。受けろ、黒バラの恐怖を。ピラニアンロース。終わりだ、アンドロメダ。ピラニアンローズに食い尽くされ、二つの鎖もクロスも失った君には、もはや何もできまい。本当は、生身の剣は使いたくない。だけど、僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は撃てなくなる。今こそ受けろ、アフロディーテ。このアンドロメダ旬の真の力を。なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。バカな、アンドロメダがこんな強大なコスモを秘めていたと。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だが、もしあなたが聖夜を助けてくれるなら、アテナのセイントとして心を改め、先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞ、アンドロメダ。この程度で私に勝ったつもりなのか。今こそ本当の僕の力を見せてやる。この勝利、美しく制してみせよう。ファイト。あなたが強豪が邪悪に加担していることを知らないのか。強豪が幼き日のアテナを殺害しようとした。やるじゃん。サンクチュアリの反逆者であることを。正義、私は過去の強豪の行いを知った上で忠誠を誓っているのだ。何、力こそ正義だ。偉大な力を持った教皇こそサンクチュアリを治めるにふさわしい。幼き赤子のアテナ、何ができたというのだ。違う、一言は間違っている。やるじゃん。ならば弱い人間はどうだ。常に力のある者に従いというのか。その通り、教皇がいたからこそ。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。本当の力を出してしまった。まだこれだけの悪あがきをするとは。君にはもはやこの白バラ、ブラッディローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さる。何者であろうとかわすことはできない。そしてこの白バラが君の血をすべて吸い尽くし真紅に変わった時、君は死ぬ。やめろ、やめるんだ、アフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。受けろ、ブラッディーローズ。爆発しよう、ネビュラよ。見事だ、アンドロメダ。だが間もなく君もブラッディーローズにその命を奪い尽くされ滅びる。
兄さん、僕は約束通り最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。